アウトドアキッズ。僕はセブンネイチャーウサギのレック。アフリカのタンザニアに暮らすクライミングのエキスパートだ。やあレック。こんにちはマンモス。マンモスはロッククライミングというスポーツを知ってるかい？ロッククライミング？英語でロックは岩、クライミングは登る。つまりロッククライミングとは岩を登るスポーツなんだ。たった一本のロープを体に巻きつけて大きな岩に挑むんだよ。この人は平山雄二さん。世界中の岩に登りワールドカップで2回優勝している世界トップクラスのクライマーなんだよ。おーい、マンモス、一緒に平山さんに会いに行こう。こんにちは。ねえねえ平山さん、ロッククライミングってどんなスポーツなの？そうだね、自分はもう毎日やってんだけど、そうだ、みんなに説明するんだったら、自分の体を本当岩とかいろいろこう岩じゃないところもあるんだけど、自分の体で目の前にある壁を思いっきり登る、それが岩登り、ロッククライミングだと。岩に登るんだね。どんな場所で岩に登るの？クライミングっていろんな種類があって、今ね、みんな見てる後ろにあるのはクライミングジムって言って、人工的に人の手で作られた壁なんだけど、こういったところはこう街中でみんながこう楽しく登ったりとか、あとはだいたいこうクライミングっていうと外の大自然の中でみんな登るんだけど、そういったところで天気が悪い時にここで登ったりとかする場所で、まああとはもう場所的には本当岩場だね。山の中行ったりとか、あとは海っぺりにもあるんだけど、本当波がザブンザブンこうかぶるようなところで登ったりとか、もう岩があるとこは本当どこでも行っちゃう。他にも凍った滝やつららを登るアイスクライミングもあるんだ。寒いけど夢のような世界が楽しめるんだよ。あ、綺麗だね。これはクライミングに使う道具だよ。平山さん、これはどうやって使う道具なの？これがねクライミングシューズで、これを履くとどこでも止まっちゃうイメージかな。どこ置いても止まっちゃうような、そういうこう滑らない靴なのね。これがあるといろんなところに登れる。これクライミングシューズね。で次に必要なのがこのチョークバッグといって、中にねこう白い粉が入ってるんだけど、体操の選手とかこう滑り止めで使うんだけど、僕らもねこれを使ってて、これがこの2つがあればロープ使わないクライミングといってボルダリングがもうできるのね。でもっと難しい、そのまあもっとでかい大きな長い壁をやりたいっていうと、このハーネスが必要になってきて、で自分でロープをかけながら登ることをしたいっていう子たちはこのロープと墜落防止の用具が必要になってくる。平山さんはどうして壁や大きな岩に登るの？岩を登ってると自分が何だろう、自然にあるそこにある石だったりとか壁を登ってて、なんかこう岩に遊ばれちゃってる気がするんだよね。夢中になってるその状態がやっぱね楽しいんだよね。まあ、みんなもだっておもちゃが目の前にあってこうやって遊んでたら楽しいでしょ。まあ、だから僕にとって目の前にあるおもちゃっていうのが、それが石だったり岩だったり壁だったりっていうことだと思うんだよね。ちょっぴり怖そうだけど僕にもできるかな。子供でも楽しめるように
クライミングの教室もあるんだ。わあ、僕も行ってみたいな。平山さんはクライミングを通して子供たちにどんなことを伝えたいの？僕とか26年こう岩登りしてるんだけど、本当岩登りを通してみんなが学校行っていろんなことを学ぶよね。同じように岩登りを通していろんな世界中の人に会っていろんな世界の文化に出会っていろんなことをこう学んできた。なんかそういった感じでみんなにも岩登りを通して何かこれから楽しいことを覚えていったり学んでいってほしいなと思います。平山さん、ありがとうございました。ありがとうございました。兄弟マンモス、ロッククライミングって魅力的でしょ？うん、面白そう。僕たち生き物が誕生するずっと前からこの地球と共に生きてきた岩に登ると果てしなく長い時の流れを感じることもあるんだよ。岩から聞こえてくる音に耳を傾けていると自分も自然の一部になったような気分になるんだ。みんなもクライミングにチャレンジしてみてね。